今のがラムダなの？スベル、サフィ、目を覚ましたか？やった、みんな、ソフィ、私たちのこと見える？体の具合はどう？どこか変に感じるところはない？平気だと思う。よかった、じゃあ治ったのね。よかった、本当によかった。みんなありがとう、私を治してくれて。プロトス・ヘイス、ラムダ根絶に失敗したのですね。私がやらないといけなかったことって？わからない、わからない。ソフィ、再構成に必要な粒子体の補填はうまくいったはずなのに。生命維持機能は問題なく回復したようです。ですが情報統合に若干の問題が見られます。最終調整のためにもう一度先ほどの研究室へ行っても構いませんか？わかりました。ソフィ大丈夫か？うん。それでは研究室へ戻りましょう。プロトス・ヘイス、こちらへ。さあこれをご覧なさい。思い出した、私の使命、ラムダ消さないと。ソフィ大丈夫か？どうやらうまくいったようですね。どういう意味ですか？プロトス・ヘイスはラムダを消し去るために作られた戦闘兵器です。ラムダの情報に関して混乱が見られたため再度情報を与え直したのです。今度こそラムダを消し去る。今度こそラムダ。遊んでいたのか。嬉しい時はこうするんだ。器が魂を形成することもあるのだよ。見たまえ、日に日に人間らしく成長しているではないか。私が何のためにラムダを人間として育てることにこだわったと思うのかね。私は何？今のラムダって言ってたような気がするけど。あれはどう見ても人間だった。エメロードさん、ラムダは人間なのですか？いいえ、ラムダは人間ではありません。他の生命に救う悪魔なのです。それってつまり寄生しているってこと？もしやリチャード国王はラムダに？ではラムダを倒すにはリチャード陛下と戦わねばならないということか？そんな、
ソフィ、しっかりしろ、ソフィ。これ以上は無理か。ソフィは、ソフィは治らなかったんですか。まだ軽い混乱が残っていますが、問題ない範囲です。ラムダ、消さないと。でもラムダを教えて、アスベル。ラムダは何なの。ラムダは、あなたはラムダを倒すために作られた戦闘兵器です。ラムダの姿が何であれ問題はありません。今度こそ任務を遂行しなさい。待ってください、ソフィ。お前、ラムダとリチャードと戦うことをためらっているんだろ。それは俺も、俺たちも一緒だ。エメロードさん、何か方法はありませんか。リチャードはまだ完全に乗っ取られたと決まったわけじゃない。俺は諦めないぞ。そうだよ、ラムダとも意思の疎通が可能かもしれないし、諦めるのはまだ早いよ。ラムダと話し合うつもりですか。ラムダとだけではありません、リチャードともです。アスベル、ソフィ、これは俺たちみんなの問題だ。一人で何とかしようなんて思うな。俺たちがいるじゃないか。みんながいる。これはどうなっているんだ。私たちの力が共鳴している。共鳴。私の力がみんなの力の元になっているから。昔ソフィーは俺たちに力を分けることで命を救ってくれたんだったな。助けてくれたのはみんなの方。みんなが私に生まれ変わる力をくれた。ソフィーが僕たちを助け、僕たちもソフィーを助けることができた。そういうことですね。私たち、この光で結ばれているのね。なんだか羨ましいな。ね、教官。ああ、そうだな。助かる、教官。よし、元の世界に帰ったら、まずはあの眉を突破して、リチャードのとこへ行かないとね。ラムダの眉は、プロトスヘイス単体で突破するのは不可能に近いでしょう。何かうまいやり方ないかな。シャトルに強化措置を施し、突入時に勢いをつけることで眉を破ることが可能です。だったらそれを。しかし、そのために必要なパーツを入手しに、ある場所へ行く必要があります。パーツさえ見つかれば再加工してあなた方のシャトルに使用することができるのですが、ある場所というのはバシス軍事基地と呼ばれるところです。そのバシス軍事基地というのはここから遠いんですか。じゃあ決まりですね。ここからだとテロスアスティに戻る途中で寄り道することになりますね。よし、行こう。